はいどうもマノチです。よろしくお願いします。ルーキーズ2015やっていきましょう。コムの難易度は84-65です。頑張ります。今回から、後半戦ですね。はい、初戦ファイターズ戦やっていきたいと思います。ファイターズ、美馬選手ですね。はい、移籍させたんだね。覚えてないけど。でこっちは、高橋光成選手です。やっていきましょう。ダイジェストセットはいつも通りです。で、ピッチャー1人覚醒しました。鈴木選手、はい、スプリットがやたらすごいです。うん、素晴らしいですね。はい、投手陣こんな感じです。野手、はい、こんな感じです。今回はこのメンツでいきたいと思います。初戦勝ちましょう。頑張ります。残りルーキーズの動画はおそらく5本になると思います。その5本の中で、3勝以上したいなと、勝ち越したいなと思います。うん、まあちょっとねゲーム差開きすぎちゃって、まあ CS 現実問題難しいかなっていうところにちょっと来ちゃったんだよね。札幌ドームからお伝えしてまいります。なんで動画の中で、はい、勝っていきましょう。お、バッターボックスには3番、最近仕事できてないからね、マノチ。バントで進塁を許しています。さあ一打出れば先制という場面。素晴らしいね。バッターの間野、今シーズンの得点圏打率は2割9分4厘となっています。えぐいな、そのカーブすごい落ちるね。危ない。さあ仕留められるか。よし、この球は外れました。これでフルカウント。空振り三振、ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。頑張れ。あ、ちなみにこの試合岡本和真選手は、サードです。ずっとファーストだったんですよね。落とせ。掴んでスリーアウト。先制することはできない。や、高橋光成選手がすごい頑張ってくれてるね。ものにしてあげたい。次が2球目。あー、ボールですか。いいボール放るな。はい、インコーススライダー決まります。ワンボールツーストライクです。ボールになります。球を絞れないんだよね。平行カウント。いや、このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチだ、抑えよう。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは近藤。ワンストライクか。アウトコース、これは見送ってボールです。これもアウトコース。ツーボールワンストライクです。打ち、これは決まった。追い込みました。落としてきましたがこれは外れます。フルカウントになります。ゼフ長の杉谷か。よっしゃ、ラッキー。ランナー返すことができませんでした。ここはちゃん、ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。守ります。ちょっとこの試合勝ちたいね。ランナー誰？杉谷か。終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。最低でもランナーを三塁に進めるようなバッティングをしたいところ。ナイスボー。ここは進塁打を狙ってもいいかもしれませんね。ああ、そうですか。バッターボックスの田中、今シーズン得点は1割6分3厘となっています。いや、ごめん。あ、よかった。空振り三振、タイムリー。春樹か。まず際どいコースをついてきました。
またインロー。これで追い込まれました。見送ってボール。落ちる球を見極めました。なんだカーブか。5球目は何で来るか。よし。見逃し三振。ランナー釘付け。攻め切ることが。点取りたいですよ。お。誰のホームランだったんでしょう。さあファイターズ得点圏に誰だったのかな。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけません ね、 そうですよね。素晴らしい野間君助かります。この状況にどう対応してくるか。違うなホームランじゃないな。なんかどうやってかしないと点入ったみたいです。振りません。ストライク際どいところですが、厳しい打てねえんだよ。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。よし変化球打った。待ってたそのカーブ。変えれば追加点。ホームに送球するレフト前ヒット。これで4試合これでランナーは三塁まで進んでしまいました。うん、ここからいいんじゃない。動いてくるでしょう。最初は変化球できました。アウトコース。これは何来る何来る。ちょこっと動く球ツーシーム系が来ると思うんだよな。嘘ばっかり。見送りましたがストライクです。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ツーストライクと追い込んでいます。まずい。早い球来られたら反応できない。うわ、ここはランナー。結局カーブとスライダーだけでやられたんだ。いや、これねちょっと高橋光成選手すげえ頑張ってくれてんだよね。まあここは重要な局面ですから。アベレージヒット覚えました。キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほどそうですね。際どいストライクです。3球目は何で来るか。うわー、ファウルボールです。うわー持ってない。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。ここは打ち上げています。センターフライ抑えてアウト。マノチ頑張れ。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。マノ打席に入っています。ここは敬遠という選択肢もありますね。あそうですか。スタメンはちょっとでも減らそうぜ。やはりここも外します。これで3ボール。もうここは歩かせた方がいいでしょうね。あそうですか。よし、ここは勝負を避けました。この系ファイターズ交代かい。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは谷本ピッチャー。ここは確実に目を積んでいくですね。さあ仕事だよ。ここで4番の岡本が入っています。まずは見送ります。ワンボール。外へのスライダー。ここは見極めています。当たれば外野コスパは持っていくから。バッターの岡本今シーズンの得点圏打率は2割飛んで8厘となっています。うん、4番なのでね、もっと勝負強さがないと厳しいですね。ここは4番の責任を果たしてほしいですね。まあそうですか。ああ怖い。なんとしても強振は解かないよ。オッケー。右ミート高いよ。行こうか。バッターボックスには代打の勝木。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね。ここで勝ち越される。インサイド抜けろ。走れ。これでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきおっと。打順はトップに返って松井。なんかいちいち面白いな、楽天の選手が出てくると。
ザーファイターズサヨナラのチャンスを迎えています。抑えてこそ守護神でしょう。初球は大きな変化球ボールになります。一塁ランナーはそのままです。これが3球目。さあ走りやすいカウントになっています。バッターボックスの松井、今シーズン得点圏での打率は2割6分9厘となっています。どうしよう、まあ、そこそこの数字だと思いますね、ここもその勝負強さを見せてくれると思いますね。変に考えず球威のある球で押していった方がいいかだよね。その配球いまいち分かってないわけだから、俺が全力のこれをストライクゾーンに入れてってゲッツーぐらいが可能性高いんじゃないかな。一番もう一球低め。さあこれで追い込まれました。ここは前進守備ですね、まあ、やはり1点もやらないぞという守備体制。よし見逃しましたが三振、タイムリーでよし2アウトになっています。決まってワンストライク。ストライクゾーン入れるのはこのツーシームだけにして他は全部ボールゾーン行こうか。いさ盗塁のタイミングというのも難しいですよね。そうですね、状況を考えなきゃいけないということと、そして自分のスタートのタイミングというのも考えなければいけないですよね。さあそんな中きっちり走ってくるんでしょうか。3番西川だったよね。変わってなければ西川だよね。まあ変わることない選手だろうけど。チェンジアップ低めに外れてもいい。これでフルカウント、ランナーは自動的にスタートを切ります。なんか内角打つのうまいような、なんか何やってもうまいような気がするな。さあこれで決まるのか。外の球打った。さあダイビングキャッチ、一塁送球。うわーうわそんな、そんな、この人もタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみ、そんな、日本ハムファイターズがなんと劇的なサヨナラ、今ホームだった、ホームだったかな。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、やはりサヨナラ勝ちというのは勝利の味も一味違うものですか。勝木選手は確かね、 G とかだよ、サード優勝する確率も高いんですよね。そうなんです。え、違う、岡本和真選手かな今の、分かんない、両方とも G なんだけどね。勝木選手なんてサードできたかな、分かんないや。くそ取られちゃった。白熱した試合はできたけどな。はい、すいません。くそ、まあ健介がうまかった。いや勝ちたいよ、本当に勝たないと。次8月の試合取ります。はい、そうだね、8月2試合9月2試合とかで終わろっか。うん、そうしよう。ということで8月の上旬、まあ、西武かオリックスかな。8月の頭に取って、8月の終わりに取ろうか。そんな感じでいきますか。はい、ということで次は8月の1日2日のどっちかに試合取りたいと思います。はい、そんじゃあ今回はこれ終わります。バイバイ。